ー、何それ。あらー、いやー、なるほど。例えば今のジャンプ中継の後とかも、うん、遅らせ後ろ投げとかにしてると遅らせね、話をガードして、うん、話をガードしてガンガードだった場合後ろ投げできて大チャンスと、うんうん、遅らせグラップやな、やんなきゃいけないの。そう、遅らせ後ろ投げとかね、うん、ちょっとまだやり方がよくわからんわ。ほんとね、じゃあキャミーでちょっと練習してみる、はい、うん、ちょっとやってみたいわ。キャミーにガードレコードに、うん、パナシパナシってこいつに、なんと昇竜 K、 昇竜 K EX でやるという2にただのガード、うん、ガードってところ全部ガードにしよう。はい、そうで、ジャンプ中継とかして遅らせ投げするだけ。ジャンプ中継、うん、ジャンプ中継、なるほど。そう、これだけよ。ほら、投げれるでしょ。はい、ちょっと待って、しゃがんでガードでいいよ。しゃがんでガード、うん、そう、しゃがんでガードで、んタイミングをつかんで、早いから食らっちゃってる。そう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 、その感じでいい。なるほど。で、ちょっともう一個レコーディング増やすか。ガードの3つ目に、ガード3つ目、はい、ガードの3つ目にグラップを入れよう。はい、そう、あれを3つにしたいね、下か、うん、 OK。 そう、これガードできたよ。 OK でしょ、 OK でしょ、 OK でしょ、これも OK でしょ。ガードか今、うん、 OK。 あいた、 OK。 はい、この投げも抜けれるタイミングだったらもう最高。相手の最速投げも抜けれるってことじゃん。いや、ほとんど損しないでしょ、この投げって、うん、相手が我慢してたら投げれちゃうし、うん、相手が放したらガードできてめちゃ美味しいし、相手がグラップしても引き分けじゃん。負けがないのよ。なるほどね。うん、負けがあるっつったら最速暴れされた時だけ。でも食らわないじゃん。うんうんうん、最速で相手が3回とか抜けた、うん、そうそうそう。これを習得すると、うん、今度は打撃もできちゃうわけです、うん、遅らせ打撃。あーはーはーはー、うん、ただ今最速投げがレコーディングされてるから、あれだけど、あー投げられるか。そう、相手が遅らせグラップしてる場合は、うん、打撃が勝つっていうこと、うんうんうん、うん、強いでしょこのこと。強い。だから密着状態でも一緒よ。置き攻めの密着状態行って起き上がりに合わせて遅らせてグラップする。清水が例えば大竜巻とかで締めて、相手がもうすぐスタンするっていう時に密着でしっかりしゃがんで待って遅らせてグラップすると、ガンガードだった時だけ後ろ投げ刺されちゃう。うん、これは後ろ投げだけ。前投げは無理。前投げもプロとかはやる。ほー、うん、投げる時だけニュートラルにする。レバー入れない、うん、投げる瞬間だけレバー入れない。それ難しいな。これや、意識高い人はやってるよ。レバー入れずにグラップだけ押してっていう感じ。だってどうせグラップ押してんだもん。うんうんうん、そこでガード入れる意味ないやん。確かに、うん、むずそうだな。だから豪気だったらね、本当に前投げにしたい。意識高いんだったら前投げにしたいけど、今は後ろ投げでいいよ。うん、今後ろ投げですよ。これだ、これを練習すれば。散々パナされてきたからね今まで。ここら辺のランク帯の人って遅らせグラップしてるのかなっていうところがちょっと気になるけど、だからそこでしゃがみ中パンもうタイミングは一緒よ。今投げでやってるけど、しゃがみ中パンだった場合は、うん、あの遅らせ打撃ってことができてるから、うんうん、そっちも覚えれるようにしていくと遅らせグラップを枯れるようになる、うんうん、それとグラつぶしってやつよ。梅ちゃんが得意な、うん、グラつぶしっていうのができるようになるから、
今は投げ覚えて、慣れてきたらオクラス打撃も覚えて、こいつ投げも打撃も一生ガードしやがるっていうことがいつか来るんよ、うんうんうん、投げ抜けるし打撃は全部ガードするし、どうやってダメージ取るみたいになるじゃん、うん、そういう時にオクラス打撃が役だったりする。うん、投げじゃなくてね。うん、で逆に今清水この立ち位置だからあれだけど、うん、例えばさ、立ち位置逆になったとして、こうこうなった時に清水のジャンプ中継をガードさせられたら、うん、お得な読み合いになるわけよ。うんうんうん、遅らせ打撃して、あ、遅らせ投げして、うん、ほらこれでもう神エルカード。ああ、なるほどね。うん、こういう時なんてもう最高にお得じゃん。うん、おお、はい、パナシーっつって、で立ちだけからコンボ入れて入れ替えて、結局また画面走りみたいな。もうこれが合計のついてこない、これだってなるでしょ。これを練習しよう、みんなこれを練習するんだ。これやばいでしょ。急げみんなが、みんなが何を急ぐんだ。遅らせグラップ習得する前にみんなこれを覚えるんだ。ほんとよ、これだ、これ練習するわ俺。ほんで最速投げに座れないように。ただ最速投げって結局びっくり投げない、このキャミからしたら。うわ、投げられるっつってびっくりしてるから、絶対ガード入れてるから中央に戻してくれるんよ。それもお得でしょ、さらに。うん、最悪こっちの遅らせグラがちょっとミスって相手に投げられちゃっても、相手もびっくりして投げてるからレバー必ず後ろに入ってるんよ。うんうんうん、ああ、なるほどね。投げ食らってもこっち中央戻せるし、ありがとうの投げ食らえるってこと。うんうんうん、めちゃくちゃお得なんよ。うん、